今日はですね、新しい本、11月のあれ何ちゃったかな、半ばぐらいに出るの本があるんですよ。それのなんて言ったらいいかな、ちょっとしたインフォメーションを取りました。その本の題名は精神科医 N っていう、僕のなんかダブルみたいな、ダブルって言ったらいいかな、のサイトがあるんです。皆さんもしよかったらね、フォローしてくださいね。精神科医 N の心がふっと軽くなる言葉っていう、軽くなるかどうかは見てのお楽しみっていう、そこでトゲトゲしい言葉の正体は寂しさっていう、本の線で、これはね僕が書いたという僕が書いたんですけど、はい、どういったか降りてきたっていうかね、大げさに言うと僕が書いても、あれ自分がこんなこと書いたのかなっていうような言葉ばっかりを集めてます。明確に僕が書いたっていう言葉っていうのはほとんど書いてなくて、あれこんなこと俺発想したのかなみたいな、そんなんありませんか皆さん。なんか多分それはフローの状態やと思うんですけど、そういうものの中からツイッターで書かれたものがほとんどなんですけど、選んでくれた言葉を中心に、あとエッセイもありますけども、表紙がねとっても素敵で、こういう、はい、表紙の本が、出ますね。11月の10日ですね、出版予定は11月10日、もうこのビデオが出る頃には流れてるかもしれませんけど、そのちょっとインフォメーションみたいなのを出して、その本の中に書かれている言葉を僕はまだ解説してみるというところがね、半分降りてきてるでしょ。なんかふっと心に浮かんで、そして自分自身をちょっとグッと胸ぐらをグッと掴んでくれて、話さない言葉を書いているものの中から、さらにそれ何百がある中から、100かそこら選んで出しているので、解説難しかったです。解説難しかったけど、その時の感覚は意外に思い出せるというかね、特にその中でもちょっと解釈難しい、どういうことを言ってるんだろうっていうことを3つ4つ取り出してくれて、僕がその場で解説するっていうことを今日取りました。それからあとはいよいよ夏キルートのドキドキ文芸部を、1時間40分ぐらいやったんじゃないかなと思いますけど、これは苦しく、ちょっと苦しかったですね。というのはなぜかっていうと、その後どんな悲しみが起こるかっていうことも分かってる部分があるじゃないですか。だからね、よくね、悲しみが分かってその準備をするためにって言いますけど、かえってその準備があると悲しいもんですよね。それはそうですよね。人間みんな、例えば悲しみの一つには死がありますけど、死ぬっていうことを人間知ってるから、あ、この人もうすぐ死ぬんじゃないか、ね、自分の親が死ぬんじゃないか、自分の何でしょう、兄弟が死ぬんじゃないかとかね、ワンちゃんが死ぬんじゃないかとかね、それ分かってるから余計に悲しいっていうこともあるよね。分かってることで準備するっていうこともできるけど、分かってるから余計に悲しいというね。だから2回目のルートはとってもなんかへこみますけど、見ていただいたら面白いかもしれない、面白いと思うので、はい、ぜひ、見て、いただきたいと思います。はい、よろしくどうぞ。明日から僕は香川に行きます。はい、名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの勢いで実はやりたいな。外れた街の旦那